マット・ハーディーマット・ハーディーマチュームーア、マット・アルディ、1974年9月23日体は、アメリカ合衆国のプロレスラー。ノースカロライナ州キャメロン出身。弟のジェフ・ハーディーもプロレスラーである。マッティチュードのギミック以降、親指と薬指を曲げて手を、V1 を模した形を作り、堂々と掲げるアピールを行っている。ドリー・ファンク・ジュニアの下で、 プロレスラーとしての基礎トレーニングを積んだ後、1993年に e c w は不にてプロレスラーデビューを果たす。デビュー戦はジェフとの兄弟対決である。WWF、後の WWE とは、1994年、1996年に契約のチャンスがあったものの契約に至らなかった。その間、自らがプロデュースするオメガ、 オーガニゼーション・オブ・モダン・エクストリーム・グラパリング・アーツなどのインディー団体で活動を行っていた。1998年に WWF と契約。初期はジンクス・ブラザーズという覆面レスラーのタッグチームで出場していたが全く成功せずフェードアウト。以降ハーディー・ボーイズとしてタッグ戦線で世界タッグ王座を5回獲得する活躍をしている。 また1999年頃からマネージャーであるリタと実生活において恋人関係になり、ノースカロライナ州で同棲するようになったリタがマネージャーになったのもこのことがあったため、兄弟でのタッグチーム活動は2002年まで続くことになる。2002年、ジェフを裏切る形で、それまで所属していた RAW からスマックダウンに移籍する。 ハーディーボーイズを解散するとともに、ギミックをマット・アルディバージョン1.0を名乗り、またファンをエムファーと呼び、自身の力の源のマッティチュード、マッチスで、かつての WWE のキャッチフレーズ、アティチュードに引っ掛けた名前を広める競争キャラに付加した。また同時に、シャノン・ムーアとチームを組んだ。2003年にはレイ・ミステリオとクルーザー級王座をぐり構想し、 王座を獲得するなど活躍する。クルーザー級王座には体重1 0 0ラム未満という制限があるため、この間9 0ラム台の体重を維持させている。2004年 RAW に再一席。リタをめぐってケインと交渉を繰り返す。最終的にはアングルウェケインとリタは結婚し、マット・ハーディはストーリー上を破れ、リタから去ることになる。2005年4月に、 wwe から解雇された。またこの間 raw では、リタとエッジのアングル上の恋愛、ストーリーが展開していたが、両者は実生活においても関係を持ち、これをきっかけとしてリタと破局しており、そのトラブルにおいて、事情を知らない周囲からの批判に耐えきれず自分のサイトで三角関係を暴露したことが理由とされている。これにより、 マットは放送中の RAW に乱入し、たびたびエッジに襲いかかった。同年7月に RAW に電撃復帰する。同年6月の番組内でアングル上結婚したエッジ及びリタと交渉を開始した。2005年10月に行われた RAW の番組 WWE ホームカミングにおいて、エッジとマネーインザバンク権利争奪敗者。 RAW 追放ラダーマッチを行い破れ、それに伴い、スマックダウンに移籍した。2006年、サバイバーシリーズ2006のトラディショナルサバイバーシリーズ、エリミネーションマッチに合わせて、ハーディーボーイズを復活させる。その後、RAW とスマックダウンの番組をまたいで、MNM と構想する。アーミゲドン2006のフェイタル4ウェイラダー、マッチ形式。 WWE タッグ王座戦に出場するなどした。レッセルメイニア23のマネイン・ザ・バンクラダーマッチに出場。敗れたものの、大会翌日の RAW で行われた10チームバトルロイヤル戦で弟ジェフと共に勝利、通算6度目となる世界タッグ王座を獲得した。4月29日のバックラッシュ2007では、ランスケード トレバー・マードック組の挑戦を受け、見事に勝利し防衛する。6月3日の WWE1 ナイトスタンド2007では、ワールドグレテストタッグチーム、WGTT とラダーマッチによる王座戦を行い王座を防衛するが、翌日の RAW でビンス・マクマホンにより王座戦を組まれ、前日の試合でのダメージも影響し、ランスケードトレバー・マードックにダッシュされる。 ダンスケードトレバー・マードックとの交想の後は MVP との US 王座をめぐる構想を始める。しかし MVP の心臓に不正脈が発見され命に別状はないものの MVP が試合が行えなくなって知ったためにアームレスリングやボクシング MVP 側は代理選手のイベンダーホリフィールド141などで対決を行う。また MVP の不用意な発言により二人は嫌々ながらタックを組まされ、お互い険悪なムードが漂うものの、WWE タッグ王座を獲得した。なお、マットが、ジェフ以外の選手と WWE のタッグ王座を獲得するのは、これが初めてである。しかし、今度はマットが、急性中性炎により欠場することとなってしまい、タッグ王座から転落することになってしまった。 12月31日、ロイヤル・ランブル2008で、ランディ・オートンの WWE 王座に、超することが決まっていた、ジェフの激励に、RAW の会場を訪れたが、ジェフへの見せしめにするために、オートンに襲撃され、欠場が長引くことになってしまった、欠場期間を利用して、以前より痛めていた肘の手術をするために組まれた、アングルである。 昨年末からの欠場が長引いたために、レッセルメイニア24に参戦するためのストーリーを組むことができず、レッセルメイニア24の参戦できないかと思われたが、直前に、ジェフが禁慎処分で欠場することになったため、代役として参戦する案が持ち上がったものの、予選を行っていない選手を出場させるわけにはいかず、結局代役案は実行されなかった。しかし、 3月30日のレッセルメイニア24で行われたマネー・イン・ザ・バンクラダーマッチに突如観客席から現れ、欠場する以前からの公敵手であった MVP にラダー上からのだれ式ツイスト・オブ・フェイトを放ち観客席に逃げ込んでいった。4月28日のバックラッシュ2008で行われた US 王座戦でついに MVP を倒し王座を獲得した。 6月23日の RAW3 次監督番のドラフトにて US 王座を保持したまま e c w への移籍が決定。同年7月に行われたグレートアメリカンバッシュではスマックダウンに所属するシェトン・ベンジャミンを相手に US 王座をかけた防衛戦に臨むも敗退。タイトルを失う。8月にはサマースラムに出場。 マーク・ヘンリーの保持する ECW 王座に挑戦するが、ヘンリーのマネージャーアルトニー・アトラスの介入により、ヘンリーの反則負けとなり、王座ダッシュとはならなかった。9月には、アンフォーギベンで ECW 王座をかけた、チャンピオンシップスクランブル戦に出場。試合時間残り3分のところでザミーズから、フォールカウントを奪い、そのまま試合終了。間接的な形ながら、ヘンリーからタイトルをダッシュ。 念願の ECW 王座を初獲得した。2009年1月、ジャック・スワガーとの ECW 王座の防衛戦で敗退し、王座を失う。同年のロイヤル・ランブルで、スワガーの ECW 王座に挑戦するが敗北する。同、PPV で行われたジェフ・ハーディ対エッジの WWE 王座戦に介入、ジェフをアシストするかのように見えたがジェフに、イス攻撃を仕掛けて、 ジェフを王座から陥落させてしまう。これをきっかけにヒールターン、兄弟による構想に突入する。そして、レッスルマニア25では苦しみながらも勝利を収めた。4月13日の RAW3 次監督版のドラフトにて、RAW への移籍が決定。4月26日のバックラッシュでは、アイクイット待ち、一方がアイクイットと降参を宣言するまで続く形式で、 ジェフと再戦。終盤でテーブルにテープで縛り付けられ、やられる前に降参するが結局コーナーからのダイビング攻撃で右腕を骨折する。しかし以降は右腕のギプスを悪用しレフェリーの目を盗みギプスで相手を出するなどしている。6月22日の試合中に腹筋断裂の怪我を負う。その後6月末のトレードによりスマックダウンへ移籍する。 そして8月7日のスマックダウンで、ジェフ対 CM パンクの世界ヘビー級座戦の特別審判員として復帰し、ジェフの大座防衛をアシストし、再びベビー転校を果たした。その次の週のスマックダウンでは、ジェフとハーディボーイズを再結成し、CM パンク組に勝利した。2010年になると、ザグレート、カリとタッグを組んで活動。また2月から始まった新番組。 NXT では、プロとして、ジャスティン・ガブリエルを指導した。3月のレッスルマニア26では、マネー・イン・ザ・バンク、ラダーマッチに出場。その試合で、ドリュー・マッキンタイアがカバンを取るのを阻止したことが、きっかけとなり、マッキンタイアとの交渉を開始するが、2010年10月15日、WE からの解雇が発表された。2011年1月、 ティネの PPV e であるジェニシスに電撃出場。ロブバンダム相手にツイストオブフェイトを決め、疑惑の判定ながらも勝利を収めるが、トレーニングを怠っていたせいか体は肥満化し、スタミナ不足に加えて動きが鈍っていたことが原因で徐々に出番は少なくなり、8月にティネから解雇された。ティネ解雇後、PWS。 プロレスリングシンジケートやマクエ、MID ティランティックチャンピオンシップレスリング、NWS、ナショナルレスリングスパーストアーズといったアメリカのインディー団体に参戦。2012年9月15日にローの PPV、デスビフォーディサーナー X、ステートオブエマージェンシーに観戦に訪れ、ローに参戦することを発表した。そして12月16日の PPV、ファイナルバトル2012にて、 アダム・コールと対戦して勝利した。2013年よりローと正式に契約を交わして、所属レスラーとなる。1月15日、コチであるオメガを、アキュ、オメガチャンピオンシップレスリングとして復活。ジェフハリケーンジェームズ・ストームと組んで、CW ・アンダーソンガンナーローディスティーブ・コリノと8人制タッグマッチを行い勝利している。 2月9日、PWS の PPV、サンクユー・ジェリーにて、PWS ヘビー機用ー座を保持するケビン・マシューズに、得意とする TLC マッチで勝利し、ベルトをダッシュ。3月2日、ローにて、ヒールユニットであるスカムの一員となって活動。この時は自分を象徴者と自称するアイコニックキャラに、ギミックチェンジ。6月23日には、 ロー世界王座を保持するマーク・ブリスコに挑戦するも、ベルトをダッシュするに至らなかった。12月14日、PPV であるファイナルバトル2013にて、アダム・ページとシングルマッチを行って勝ちし、この試合を最後に、ローとの契約を解除するが、継続して、スポット参戦することになる。2014年4月26日、オメガにて、久々となる、 ハーディー・ボーイズを再結成して、ブリスコ・ブラザーズと対戦して勝利。7月31日、ティネに復帰してジェフとのハーディー・ボーイズで、ティネ世界タッグチーム王座を保持する、ザウルブズ、エディ・エドワーズデイビー・リチャーズと対戦するも、敗戦となった。11月1日、日本の団体であるレッセル -1 のイベント、武藤掲ジデビュー30周年記念大会ホールド、 アウトに参戦するため、来日を果たす。レッセルマイナス -1vs デスペラード vs ティネと、大された3ウェイマッチで、サナダ・キヨシナリ、タジリと対戦するが敗北。ザ・レボリューションとのティネ世界タックチーム王座戦で、ジェフが、鉄階段に頭から強打したことにより一時的に離脱するも、ザ・ウルブズのティネ世界タック王座ダッシュにアシストする。3月16日。 ティネ世界タッグチーム王座、アルティメット X マッチで、ジェフと共に、ティネ世界タッグチーム王座獲得。しかし、ジェフの怪我により、タイトルを返上。その後はしばらく現れなかったが、e ン・カーター3世、EC3 が、カートアングルとの対戦で、自身の代役として登場。試合後に、EC3 とタイラスに襲撃されたことを機に抗争。 EC3 がティネ世界ヘビー級王座を保持しているため、世界王座が関わっている構想となる。王座戦を二度行うも敗北するが、リクシーカーターがティネバウンドフォーグローリーでの王座戦にマットを追加。会場場場所が地元であるため、観戦に来た父や家族に見守られる中で行われた三度目の王座戦でティネ世界ヘビー級王座を獲得。また、これが、 自身初の世界ヘビー級王座獲得となる。しかし、この試合に EC3 が裁判を起こしたため、アングル、わずか二日でベルトを返上した。ティネワールドタイトルシリーズで決勝まで進出するものの、EC3 に赤敗。決着戦として、1月20日、ラストマンスタンディング戦でティネ世界ヘビー級王座を奪還。しかし、試合で過激な攻撃が目立つようになる。 ローベローや首に椅子挟んだ状態で行うツイスト・オブ・フェイトと、EC3 の味方であるタイラスがマットに寝返る試合に勝利した後かつての宿敵エッジが言ってたワンマンコンチアとトを放つなどをしてヒールターンするヒールターン後はロー時代にやっていたアイコニックギミックにチェンジしジェフやインさんと交想3月15日のサンウェイマッチ形式 ティネ世界ヘビー級王座戦で勝利を収めたが、キャッシュケースの権利を使用して挑戦したギャロウェイにフューチャーショックを決められ、陥落陥落後は、ジェフと抗争し、4月19日でのアイクイット戦で敗北。その後、しばらく現れなかったが、ジェフの元に、偽ウィローが3体出現。5月17日に、リング上でマイクを持ったウィローがマスクを外した姿こそがマットであり。 その時の姿は、廃人のような髪型であった。翌週にて、ブロークン、壊れたギミックにチェンジ。当初は、最コ形に思われたが、ハーディーの名をかけた、ザ・ファイナル・ディリーション、マット・ハーディー家で行われるどこでもフォールでき、ハードコアマッチにて、自身の持つドローン、ヴァンガード1で映像を使い、ジェフに挑発したり、ジェフがスワントーンをしようとした際、雷を呼び起こし、 ジェフに直撃し勝利。ここから本格的な回帰計に調整された。その後、ジェフに自身の本心を告白。タック王座をジェフの怪我で失ってしまい、徐々に壊れてしまったのがきっかけであり、もう一度ジェフとタック王座を取りたいと発言。この発言にジェフは同意し、ジェフ自身もブラザーネロ、マットが付けた新たなリングネームとして壊れ、ブロークン、ハーディーズとして、 タック戦線に乗り出す。8月18日に行われた次期タック挑戦権をかけたラダーマッチに出場し勝利。当時同じ回帰系だったリケイ、アビス、クレイジースティーブ、ローズマリーが王者だったため回帰系同士の構想に発展。ローズマリーがマットの自宅に忍び込んだり、マット家で行われた。 デディートアデー系が行われるなど、本格的なホラー展開に発展。バウンドフォーグローリーに行われた、王座戦も、ザグレート、ウォーと称されており、試合途中から場外戦に発展したが、終盤から会場に戻り、最後は、ジェフのスワントーンボムで勝利し、ベルトを奪還した。ディケートの構想後は、新たな回帰系、DCC、ジェームス・ストーム、ブラム、キングストンと構想。 その構想途中にて、マットが高いところから落ちた衝撃で、記憶喪失になるも、雷を呼び出すポーズをした際、自身に雷が直撃したショックで記憶が蘇り、王座戦も難なく防衛する。12月8日にて、自身が見た夢をもとに、自身の家の特設リング場で行われる、PPV、トータルノンストップリリーションを発表。翌週に実現し、 その大会のメインイベントであるタグティマポーコリップと、まず4チームが対戦をし、その5時間差で新たなチームを追加。最終的に残ったチームが王座獲得に出場。見事に王座防衛を果たす。自分たちの持つベルトをかけ、他団体のベルトを取るというエクスペディションオブゴールドを開始するも、 新たなスポンサー会社との契約公開に合意できず、2月27日に退団。それぞれ取ったベルトもすべて返上した。2017年3月4日、ヤングバックス VS、リオラッシュ &J ホワイトのロー世界タッグ王座戦後に、突如リングに登場。その後、行われた2度目のロー世界タッグ王座戦にて、ヤングバックスを破りロー世界タッグ王座をダッシュ。試合後、 ローと契約を交わしたことを発表。4月1日、ヤングバックスとのラダーマッチに敗戦し、王座陥落。2017年4月2日、レッセルメイニア33にて、WWE ロータッグ王座争奪フェイタル4、ウェイラダーマッチにジェフとのタッグでサプライズ登場を果たす。終盤に、カール・アンダーソンとラダー上で競いツイスト・オブ・フェイトを決めるとジェフは、 セザーロとシェーマスにスワントーンボムを決め、最後に自身がベルトを獲得して、王者となった。11月28日、ブレイ・ワイアットとの対戦にて、シスター・アビゲールを暗い敗戦後、リング上で、ティネ時代のブロークンギミックを思わせるような行動を取り、12月にブロークンギミックの WWE 版、ウォークンギミックにチェンジし、ワイアットと交想を開始。 RAW25 周年記念大会では敗戦したもののエリミネーションチェンバーでは勝利。最終決戦となるアルティメットデリッションで勝利し、ワイアットを転生の泉に落とした。2018年4月8日、レッセルメイニア34キコフにいて、アンドレザジャイアントメモリアルバトルロイヤルに出場。中盤にタイデリンジャーとデリートとジューちゃんと合戦を行い見せ場作る。 終盤には、モジョローリーとバロン・コービンを合わせた3人が残ったところに、グレー・ワイアットが乱入。ワイアットのアシストを受けてローリーとコービンを脱落させ優勝を飾る。試合後にワイアットと抱擁を交わし、タックを結成した。同月27日、グレイティスト・ロイヤル・ランブルにて、ワイアットと組んで空位となった、WWE ロー・タッグ王座をかけて、ザ・バー、シェーマスセザーロと対戦。 終盤に、シェーマスがワイアットにブロングキックを狙うも、ワイアットが逆エビゾリでひるませ、自身の挑発で気を取られたシェーマスに、ワイアットがシスタービゲールを目、最後に合体式のホイールバロー、ツイストオブフェイトを決めて勝利。ベルトをダッシュした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。